皆さん、おはようございます。で d a の役員も t g t トです。幼稚園教諭の話です。幼稚園はそもそも小学校、学校に、ジャンルに入ります。はい。その法律は、小学校、中学校、義務教育学校、高校、中等教育学校、特別支援、大学のぞび、高等専門学校とすると記載されているそうです。こういう免許状が必要でございます。はい。まあ、これね、学びとしてどういうふうになるか。これ大変ですね。全国10万人以上いるそうです。現時点では。はい。 幼稚園免許、まあ、教員免許を取らなきゃ意味ないですね。はい。いろいろ設備としては、職員室、保育室、遊戯室、保健室、便所、あとはいろいろですね。はい。まあ、人数35人以下大変ですね。はい。遊びを援助することではございますね。はい。遊びを通じた総合的な指導ですね。はい。いろいろトレーニングも、まあ、いいかもしれません。はい。確かに大学を卒業し、就職活動し、えー、入するか、えー、 まあ、そうですね。いろいろあって、ええー、一周免許取得して就職活動をそして、まあ、教育委員会合格してから、まあ、幼稚園療養として採用です。これ、厳しい壁ですね。はい。通信教育、まあ、何のためには通信教育も可能ですが、まあ、いろいろ、一周科目など、いろいろありますが、そういう同時にコースを取れますね。はい。 ス,スクリーングの授業も可能ではございます。はい。確かに、かゆきラムは難しいもので幅広いもんでございます。はい。いろいろ、はい。実習はまあ、観察実習、参加実習、部分実習、責任実習など、いろいろ組み合わせますが、観察実習はまあ、子どものこと、教育の環境をよく見るんです。はい。参加実習は、こう、子どもと関わってみて、いろいろ代わりに行うんですね、いろいろと。はい、部分実習はい、絵本の読みかせ、ゲームとか制作など、責任実習はまあ、先生に代わって実習生がやるんです。 いやー実習生無理ですね。計画、指導計画は確かに難しいものです。更新制というものはあります。教員免許の。はい。これ大変ですね。はい。というわけで、用語共有になるためにはでした。幼稚園共有になるためにはでした。バイバイ。